夏目佳子です。私は本が大好きで、とにかく本を読みます。面白そうだったら何でも読みます。昨日はミステリーを読んでました。タイトルはフォルデルマン・ハネオ・モモンガ殺人事件です。おすすめなんで、ぜひ読んでみてください。私で大丈夫でしょうか。はい、名前は夏目佳子って言います。頑張ります。何を？それはその、とにかく頑張ります。強くなりました。でも私なりにですが、ひょっとしてなんですけど、結構鍛えられていますか？私。一応成長しているつもりなんですが、大丈夫でしょうか？私、じっくりと読書するタイプなんです。だから、一冊を読むのにまあまあ時間がかかるんですけど、隅々まで味わいたいんですよね。集中して読んでいると、だんだんページの中に、その本の世界が見えてくる感じがするんですよね。私のイメージでですけど。ここは現実ですよね。私、読み込みすぎて本の中に入ってしまった気分に、本当に飛び込んだって感じでした。こんなことが自分にできるなんて、私がびっくりです。ひょっとしたら私、何かつかめたかもしれません。実は、自分でも小説を書いているんです。まだ途中ですが、ちょっとずつ書き進めてます。でも、読むのと書くのとでは大違いで。再会できて何よりです。これはまさしく、しおりを挟んだページから、また読み進めていく感じですね。おはようございます。はい、起きてます。すいません、朝は苦手なんです。やっぱりもう少し寝ていいですか？ここのラーメン美味しいんですよ。じゃあ私、味玉ラーメン大盛り、麺固め、油少なめで。ネギ追加してもいいですか？普段は駅前の本屋へ寄ったりしますが、まっすぐ帰り、もしかして今日はあの新刊の発売？やっぱり寄ってもいいですか？本を読んでたら寝ちゃってました。ちゃんとお布団で寝ます。けど、やっぱりもうちょっと読んでいいですか？悩みますね。どの本を買おうか。これかな。こっちも読みたいな。でも。決めました。全部買ってもいいですか？このページをめくった先に何が書かれているのか。私はそれを知りたいから、立ち止まらないで進んでいきます。私なんですよね。できるかな。いや、ダメですよね。こんなにおどおどしていたら。やるからには、一生懸命頑張ります。本を読むことで、見つかる答えもあると思うんです。答えじゃなくても、ヒントとか、きっかけとか。だから、読書、おすすめですよ。本を読んでるときは、嫌なことも忘れられるんです。そして、読み終えた後は、頑張っていこうって思えるようになるんです。
二度目の読書って、また違う発見がありますよね。例えて言えば、あ、二日目のカレー!あれ?なんか違います?見てください!私の大好きな古屋敷大八郎先生のデビュー作、我が輩は君であるの初版本!思い切って買った私の宝物なんです!紙とインクの匂いがすると、とてもリラックスできます。やっぱり、小さい頃から慣れ親しんできた匂いですからね。私の好きな言葉は、のんびりとか平凡とか、穏やかなんです。刺激的な世界は、本の中だけで十分なんだけどな。魔法少女はどうして生まれたんでしょうか?誰が最初の魔法少女なんでしょうか?気になります。どこかに専門書とかないですかね?ななかさんは、クールでミステリアスで、スパイ小説とかの登場人物みたいな印象ですけど、どこか優しさも感じるんですよね。勇気を出して立ち向かわなきゃ!はぁ、勝てたみたいです。どうにかピリオド打てました。お風呂で本を読むのも楽しいですよね。でも、夢中になりすぎるのは要注意です。私みたいに、のぼせて倒れちゃうからです。